へえ。で、いつ出るの？はぁ、あ、軽音部 DVD は10月9日発売だって。ほぉ。何をなってるのよ、ゆい。あ、ほのかちゃん、どの部活に入ろうか迷ってて。え、まだ決めてなかったの？もう学校始まってから2週間も経ってるよ。でもでも、私運動音痴だし、文化系のクラブもよくわかんないし。こうやってニートが出来上がっていくのね。部活やってないだけでニート？振り返ってみると、ゆりって今まで何の部活もやってこなかったもんね。くさ。何かしなくちゃいけないような気がするんだけど、一体何をすればいいんだろう。正確には廃部寸前ね。昨年度までいた部員はみんな卒業しちゃって、今月中に4人入部しないと廃部になっちゃうの。はあ、だから誰もいなかったんだ。音楽室先生。はい、今行くわね。ごめんね、次音楽の授業あるから。頑張ってね、軽音部。綺麗な先生だったな。そういう問題じゃね。あ、うん、このプリントみんなに配っといてね。プリントを。あ、はい、あ、失礼した。見守れた。テンポ悪い。使えない子。すみません。大丈夫？無事っ子。廃部なら仕方ないな。私は文芸部。誰もいないってことは、今入部すれば私が部長。ふん、悪くないわね。帰ろうか。見学したいんですけど。合唱部の軽音部に入りませんか？合唱部の今部員が少なくてお願いします。アンパン。この学校は好きですか？私はとってもとっても好きです。でも、何もかも変わらずにはいられないです。見知らぬ女性と、俺に向けられた言葉ではなかった。多分、心の中の誰かに語りかけているのだろう。嬉しいこととか、楽しいこととか、全部、変わらずにはいられないです。それでも、この場所を好きでいられますか？見つければいいだけのことだろう。次の楽しいことや嬉しいことを見つければいいだけのことだろ。ほら、行こうぜ。俺たちは登り始める。長い長い坂道を。私ぐらいの年ってさ、もっと刺激的な毎日があるって思ってたのに。もうつまんなくて死にそう。
ちょっと聞いてんの？せめてあんたが宇宙人だったらいいのに。バカみたい。まさか冗談だろ。